西武球場はものすごい騒ぎになりました。打ちました。一発で第9投球で試合終了。阪神タイガース初めての日本一に輝きました。9対3、ゲーム投手が完投勝利。そして1回の表、長崎が満塁ホームラン。9対3、阪神が勝ちまして、1985年のプロ野球日本一に輝いております。吉田監督の胴上げです。吉田さんの胴上げ、1回中に待ったんですが、この後吉田さん、もう1回待った、もう1回待った、2回、3回、4回と吉田監督が西武球場の秋の空に舞いました。阪神タイガース、今年球団創立50周年で、この輝かしい一流都市の優勝、2メートルの上身、ゲーム投手、胴上げ投手の胴上げです。102キロ、重たいゲーム投手がすぐ降りてしまいまして、続いて誰でしょうか。